5月上旬、新緑の息吹が気持ちいい季節。カメラは小学校ぐらいの時から好きで、カメラっていうか写真撮るのがすごい好きで、でも本格的にやってみたいと思ったのが、仕事上カメラマンさんと接する機会が結構多いので、そこでなんかカメラマンさんからいろいろ教わったりしてたらすごい大好きになって、覚えるのも楽しくて、なんか友達が教えてとかやっても教えられるようになって、開放感あふれる草原で過ごす時間。あー、風が気持ちいい。幸せの声が聞こえる。観覧車は夜しか乗ったことないんで、昼間ちょっといろいろ景色が見えてるとちょっと怖いです。どうしよう、落ちたら海も見えるんですね。うわ、めっちゃ綺麗。茨城って広い。